Title: Vision with You。Let's jump in. Welcome to Low Vision Life. Grow up with you. Journey. Are you ready? あとはまあその体触られた系、それはもう警察に突き出すか駅員に突き出すかしかないんですけど、その時にできるのはもうカメラ、あのボイスオーバー使ってる人とかでも、携帯カメラ使ってる人とかでも、 iPhone とかやったら例えばこう、あ、まあでもあれか、あのフェイス ID してないかんからあれやけど、あのまあね、番号パパパって携帯触ってるふりして、もうそう触れてる時余裕ないけど、まあ、カメラもう、それかもう電車乗った時点でもうビデオオンにしとくか、こうやってカメラのその普通のカメラモードって、カメラだけじゃなくてこうちょっと白いとこをグーって長押ししてシュンって上にやったら、あのロックがあのビデオモードになることがあるので、それ使ってもう電車ずっと乗っとくとか、あのそういう被害に遭ったことある人とかはもうそっちの方がいいかもしれん。もうプライバシーがとか言うてられへんから、被害に遭う方が嫌じゃないですか。だからそうやってしとく方がいいかもね。だからその録画を撮れるように練習しとくとかしといた方がいいと思う。もう相手映ってなくても、なんかそういう時のためにこうやってもう自分の周りぐるぐる一周させるとか、もうわざわざ背中かくふりしてちょっと後ろに回すか、でも後ろ回したら見えてるからバレるか、うん、難しいけど、なんか映像化しといたら誰かやったんやなとか思うやろし、他も白状で誰かにトントンしてアピールするかですね。なんか一つ待ってたら前の人にこうやって当てたら後ろ振り向くから、それで多分相手もやめるやろうし、もうやめへんかったら筋金入りの、そのだからセクハラしてくる人ですね。だからそういう人の、まあ、電車の対策は普通に見えてる人でも怖いからさ、その見えてへんこっちが何対策できるかって言ったらもう録画ボタンを押すしかないから、それしかないから、本当はなんかそのそうアクセサビリティ解説の人がこれ見てたら、あの作ってほしいんですけど、白状に取り付けるタイプのそういうそのなんていうかな、車のレコーダーみたいな、あのこうビデオカメラみたいな最近あるじゃないですか、ああいうやつで、あの白状の杖のところにちょっとこうかぶせたりとか、あのできるタイプのやつをあのこう作ってほしいなと思ってて、その歩行の時、歩いてる時とか、だからもちろん手ぶれ補正みたいなのも欲しいんですよ。手ぶれ補正とできたら360度カバーできるようなものが欲しいですね。あの自分たち撮ってる、多分ボタンを押すことはできるけど、そのどの方向にカメラを向いてるっていうのが認識できない人の方が多いと思うので、まあ統計取ってないか分かんないけど、そのだからなんていうかな、360度録画できて、で白状にそれが搭載できれば、搭載っていうかそのかぶせて、今持ってる自分の使ってるお気に入りの白状に、お気に入りかどうかは別として、まあ白状につけることができたら、例えば男性とかでもなんかおい兄ちゃんみたいな感じで、まあ、兄ちゃんっていう人少ないんかな、あのお兄さんこうこうこうでみたいなイチャモンつけてくる人いらっしゃると思うんですよ。それで男性がイラってなるパターンもやっぱ聞くから、話にそういう時にもうカチャってやったら、もう録画できたらなんか一部始終なり、なんか例えば暴力振るわれてしまったりとか、男の人やったらあると思うんです。だからなんかそういう防犯対策とかで欲しいし、まあ、チャリンコに巻き込まれたとか、チャリンコに当てられて白状折られて逃げ去られたとか、あとはまあ車の事故の時とか、どっちが悪いとか、あとは一番多分需要あるのが、例えば自転車と人とかでもかなり有効やと思います。その自転車はまあ当たったら去っていかれる可能性の方が高いし、人もね
なんかぶつかってどっちが悪いか分からへんみたいな、街中とかあとは駅構内とかあると思うんです。だからそのどっちがぶつかったか分からへんとか、まあ白鳥の人にぶつかった方が悪いとは、まあ、あんまり言いにくいけど、その注意してなかった方がよろしくないじゃないですか。私らも、まあ、白鳥持ってる側も一応気をつけてみんな歩いてるとは思うけど、だからこっち側ばっかりがごめんなさい言うのもおかしな話やし、かといってなんか向こうに気をつけろって言って強く当たる人たちも私はなんか違うと思ってて、なんかその暴言吐くタイプの人いるじゃないですか。これのこれ撮ってる一個前の動画でも喋ったけど、その周りの人に当たり散らすっていうか、周りの人に暴言吐いていく視覚障害の人はちょっとほんまにあのなんかね、施設行ってコミュニケーション学び直すとかした方がいいと思いますよ。本当になんかそれは他の視覚障害者、まあ、弱視とか全盲の人になんかこの危害を与えてやろうみたいな、前あんな怒鳴られたから今度はやり返ししたんねんみたいな人とかも出てきかねへんし、実際にそういう人に被害に遭ったから思うけど、なんか恨みじゃないけど、うん、そういう人もいるからね、こんな頭やしこんな頭にせんかったらええやんとかツッコミがきそうですけど、こういうなんか例えばもっと明るい系の人とか割となんかなんかふっかけてこられやすかったり、まあ、黒髪でもふっかけてくる人はふっかけてくるんで一概には言えないですけど、なんかね、そのそういう変な人に絡まれた時用に杖はいると思う。その録画搭載用の杖はいりますね。あとはそのおじいちゃんおばあちゃんとかほんまにそのちょっとこけたら大丈夫っていうような人とかにぶつかった時用の対策に、自分も怪我してるかもしれへんし相手も怪我してるかもしれへんしっていうのの対策と、あとは人、たまにぶつかって怪我したからなんかお金よこせみたいな人がいるんですよ。私お金よこせはなかったけど、ぶつかったんですけどどうしてくれるんですかみたいな雰囲気の人は来たことがありますね。まあ来るケースもあるなとは思ってます。そういうぶつかったからじゃどうしてくれんのみたいな感じの人来るケースがないわけじゃない。特にあの子供持ってるお母さんとかは子供がぶつかってきてっていう状況の方が多いんですよね。残念ながら子供が仕方がないけど、なんかうちの子になりするんですかみたいな、ちょっと変な、まあ、言うとあかんけど変な親がいてたりしますね。これ書いたらこれ言ったらあかんかもしれへんけど、ちょっとうちの子に何してんのみたいな親いてますよ。たまに変な人、これは多分車椅子の人とかも経験してるかもしれないですね。危ないじゃねえの、うちの子に怪我させたらどうすんのみたいな、いやいやそっちが見てへんかったからやんとか思うんですけど、そっちがそのお母さんとかお父さんが見てへんかったせいで私らにぶつかったんやでと思って、そっちやでと思って、あの一応怒っときます。そっちのせいで、まあ、私らはもう全集中で言うたら歩いてるわけですよ一応ね。なんかあってもあかんし、人怪我させてもあかんし、ほんで自分も痛いの思いすんの、一番思うのは一番ね、自分たち視覚障害の人が気をつけること、パート1は本当は本来やったら、だから障害物を探るために杖持ってるんやから、段差とかポールとか電柱とか前に喋ったようなものね、あのガードレール探る人はあんまおらんかもしれんけど、あの三角コーンとかさ、下にある言ったらあの体の腰から下らへんを守るためのツールじゃないですか、白杖とかって。やのになんかだって走り込んできた子供とかうろちょろしてるちっちゃい子とか、まあちゃんと見てないようなスマホ歩きの人とか、まあ目の前周り見てないような人とかをまあ察知するっていう目的もあるかもしれへんし、そのそういう人、周りの人とかに、あこの人視覚障害持ってはんねんなっていうのを分かってもらうためのツールやから、ある意味、うん、っていうかそういう意味がある、あるんですよ。その周りの人に、あちょっと視覚
障害なんやなとか、ちょっと見えにくいんかなって思ってもらえるため、まあその日本ではまだまだまあ全盲が持つみたいな印象しかないけど、テレビがそういう風に報道しちゃうからね、そういうその全然見えてない人ばっかり結構ピックアップしちゃうので、そういう弊害が生じてるんですけど、だけどなんかその見えにくい人が使ってるものっていう認知度認識としてやっぱ広く知られてるというか、まあ全盲の人が持ってるっていうイメージの方が高いかもしれないですけど、視覚障害者の人が持ってる杖っていう認識、白い杖っていうのが割とまあ浸透していってるとは思いたいので、まああのだからね、ちっちゃいうろちょろしてる子供ちゃんとか歩きスマホの人とか、前見るのをうっかり忘れて歩いちゃう人とかのために一応持ってるだけやから、本当になんか持たずに歩けるんであれば、これはなんかもう仕方がないやんっていう話ですけど、持たずに歩けんのであれば持ちたくないというか、なんか買い物中もちょっと邪魔になることがあるし、買い物かごとつえっとって結構ねめんどくさいんですよ。やってみたら分かるんですけど、続く